昔はなんか政治家がなんでもっと日本のためにやらないんだとかですごくやっぱりそれ期待してた部分もあるんですよねどっかで,で。でもやっぱりこの一連の流れを見てたりとか特にパンデミック条約とか IHR の改定の日本の関わり方とか見てるとただ単に敗戦国でなんかアメリカの言うことを聞かないとまあなかなか自由にできないから仕方なくや,やってるって っっっっててていいううう構造があたたのかなな昔は思ってたんだけど、うん、どうやらそうじゃないぞと、うん、むしろの向こうのやりたい、まあ、グローバリストって言っていいのか分かんないんですけどうん、うん、もう完全に日本のトップがグローバリストイコールグローバリストになってるような感じと見ないとやってることがもう理解できない、はい、まあそうですね、うんうん、そこになりたいとか入り込みたいっていうのかよく分かんないけども、うん、そうなってるのは間違いないというふうに思いますけれども。うんうん 私先住民志向の人間で去年は先住民の長老ねインディアの長老の方とか、うん、日本に呼んでねすごいオキイベントしたんですよ。あれ面白いですよ、ねはい、とあれは7回目は日本でやるっていうことが前々から伝承上決まっているのでそれでそれを日本で。うん まあ、やれたと。まあ、いうことなんですけど、それら彼らのね、あの、いろんな伝承を、まあ、伝えていかなきゃいけないと。うん、でも、その、インディアンの人たちとか、イニットの人たちとかも、ほとんどもうそういう伝承を受け継がなくなっちゃってると。うんうん、まあ、いうのがあるからなんですけれどもね。そういうふうな人たちって、本当に同族なんだな、というふうに思うんですよ。モンゴロイド系先住民。その、アメリカのルーズベルト大統領は、先住民のですね、絶滅をですね、すべて大歓迎するっていう有名な言葉を残した。 はいはい、それぐらいなんかモンゴロイドとか先住民とか我々日本人のような、うんうん、え人々を、うん、こう嫌っているという歴史があって、うん、近現代戦も日本だけが唯一欧米に勝った国っていうことになりますから、うん、ものすごく目の上の誕生日だと思うんですよ。うんはい、でもうその中で滅んでないというか、うんはい、今はねまあ奴隷みたいな。 扱いかもしんないけど、うん、それでもね、あの、高度成長期に国力がすごくあって、活躍してると、うん、日本だけなんで、もう、うん、もう絶対、この日本を、もう最後に残った、取り出ですから、うん、ここをもう、絶対潰さなきゃいけないっていう、強い意志があってやってると思うんですよね。うん、まずこれが今世界戦略として動いていて、うん、そこに権力者っていうのは、世界の権力者たちが、お金を使って、スポンサードして、どんどん政治家を、 すげ込んでいくっていうことになるわけなんですけどそこにすげ込んでいく傀儡の政治家たちってそもそも日本が嫌いなやつやねえとすげ込まないようになってると私は思いますね、うん、日本が嫌いだからお前日本嫌いなのかじゃあお前ちょっとなんとか大臣ぐらいにしてやろうかみたいなでやって <laughs> そうやって配置されてるようにしか見えないんですよね私悲しいですねでうん。それを応援してみんなが選ぶんだからすごい時代だなというふうに思っちゃいますけども 冷静に考えれば誰が日本のことを考えていて、うん、誰が海外の方向いてるかっていうのはもう結構分かりやすいですよね、うん、今。分かりやすいと思うんですけどね。でも誰とは言わないけど河野太郎とかね。<laughs> <laughs> 選ばれちゃうんだからすごいですよ。あんだけネット上だけじゃなくて彼なんかはもう一般レベルとか テレビレベルでも結構嫌われてると思うんですよ、うんね、マイナの担当大臣ですよ、うん、その前はね、あのー、別の担当大臣だったけど、うん、でもマイナカードなんて何にも機能しなくていやものすごい叩かれてるじゃないですか普通のメディアも叩かれてるじゃないですかまだ数パーセントとかって言われてるんですよね利用率が5%とかですよ、うん、なのにでも今度また衆議院選挙あったら、うん、きっと1位で通りますよね いた多,<分>多分強いですよねいやすごくないですか、うん、この国ありえないと思っちゃうんですけど誰が入れるんだろうあれと思っちゃう自民党員ね、まあ、集団票は持ってるまで分かりますよ自民党員でもちょっと考えた方がよくないと思っちゃう、うんうん、それぐらいひどいですよね中身みたいな、うん、岸田とかもどうなるんだろう広島の人あの人通すのかなでもそれ でまあ、ちょっとそういうのが人気がなくなったりしてるのも多少何とも気づいてる人が増えつつあるというのは最近の選挙で自民党が3連敗か4連敗ぐらいしてるのでそれはちょっとした希望ではあると思いますけどもただ僕の政治観で言わせてもらえば政、うん、政党政治をやっている以上は絶望的だと思います右翼の政党がどう左翼の政党がどうとか。 その正当名でみんなが見ている以上はもう絶望的だって思いますけれどもね。僕は本当に今回のコロナ禍で悲しいなって思ったことの一つに僕も子供二人いるんですけどうん、うん、子供にまあいろんなことを言うじゃないですか。うん、いやまあ信じなくてもいいよとかまあこうやって言ってる子は嘘ばっかだからねみたいなことを言ってると子供からしたら普通になんでじゃあ 政治家さんとか岸田さんとかそうやって嘘を言うのとか、うん、なんでえ国民のためにいるんじゃないのみたいな疑問に思うじゃないですか、うんうん、その時に質問された時に「あ確かに」と思って、うん、自分の子供に自分の国の政治家のことを悪く言わなきゃいけないっていうのってすごく悲しいなと思って、うんうん、本当だったらこんなにね日本の政治家っていうのは立派な人たちで日本のことを考えて一生懸命やってくれてるんだよって伝えてあげたいじゃないですか。うんうんはい ななんかもう本当に残念だなと思ってまあ今ね職業政治家しかいないですからね<ー>これは理想論だからね、うん、実現するのはなかなか困難だとは思いますけど、うん、あの全員政治家給料やめればいいんですよ、うん、あの給料なくせばいいんですよ、うん、全員、うん、僕なんかは別に経営ね一応してますから、うんうんうん お金は別にそっちの株式会社とか、そっちから得ればいいじゃないですか。みんな、寄付金も全部そうです。裏金のね、今の問題も全部そうじゃないですか。政治家っていうのは、えっと、権威とお金を得るための手法でしかないと。いうふうになってるから、そうすると、当然ながら、なんか国のためとか。うのためとか、当然やらなくなりますよね。給料がゼロでも、政治家をやりたいっていう人は、別の思いというか。 意欲というか、うん、なんかがあるから、うん、政治家やるしかないわけじゃないですか。うん、で、それでも選挙中、ね、一応、ね、選ばれるっていう、うん、はい、ことになるから、うん、そうするとみんな、政治家への、まず、信頼を高めると思うんですよ。今、政治家への信頼がないから、選挙投票率が上がらないとも、そうですよね。言えるわけなんで、そこから変えるしか、ないんじゃないですかね。うん、そうですよね。うん 昔はやっぱりその政治家が何でとか政治もっといい政治家がで出てくればって思ってたんだけど、うん、もうどうやらもう変わりそうにないので、うん、もう結局そこに期待するのもちょっと依存的な考え方なのかなと思って、うん、結局やっぱり僕たち一人一人が気づいて、うん、だからこの日本をどうしていきたいかっていうことをちゃんと自立して考える人が増えないと、うんうん 変わらないですよねいやもう結局今のシステム変えれない、うん、今の理想論ですから、うん、だから数しかないんじゃないですかね。<数>うん